疲れ様です。失礼いたします。今回なんですけども、ですね、私物紹介。そう、久しぶりに、久しぶりですかね。私物紹介していきたいと思っております。たくさんのコメントありがとうございますとともにですね、コメント返すことがですね、もうほぼできない状態の状況でして、なかなかね、忙しいんですよ。忙しいとともにですね、暑いでしょ？すごいね、暑いわけなんですよ。で、この前もね、仕事をしててですね、熱中症、軽熱中症ですか。なりました。もう、昼もね、体冷やしてたんですけども、後半も仕事いたしまして、それでももう家に帰ることすらね、できなくなっちゃったんですよ。でもなんとかね、体をね、クールダウンしまして、助かったわけなんですけども、暑い暑いんで、マスクしてるでしょ？このマスクではつけてないんですけどもね、ヒヤッとしたね、マスクをつけてるんですけども、それでも暑い。暑い、本当に。ね、で今回なんですけども、もう季節感外れております。もう確実に外れております。もうサムネにも載ってるんですけども、そう、レザーパンツ。そうなんですよ、革パンをね、また革パンですよ。で、一応ね、こちらなんですけども、ロアーズオリジナルと、ロアーズオリジナルというメーカーさんございまして、これね、ホースレザーなんですよ。まあ、テカリ以外でわかると思うんですけども、ホースのね、レザーの、さっき履いてみたんですけどね、で、ホースのレザーのパンツなんですけども、光沢感あるでしょ。で、ロアーズオリジナルに関してはですね、もうバイカーの、もともとバイカーの、ように作られておりますので、でも若干ね、そこまでめちゃくちゃ、バイカー寄りのものなんですけども、いろいろ作ってるわけなんですよ。バイカーのね、いろんなもの作ってるわけなんですけども、その中でですね、まあカーパンなんですけども、で多分ね、おそらくね、これ夏用もあると思っております。夏用のレザーパンツもあると思っております。まあね、夏はまあさすがにもうそこまで履かないと思うんですけども、で今回ですね、もう冬用のレザーパンツなんですけども、ものすごい細いわけなんですよ。シルエットがね、細いんですよ。で、革パンって言われるものに関してですね、もうぶっちゃけ言いましたら、もう好きに、と言った方が賢いと思うんですけども、でもね、これ、好きにとは言わないんですよ。本当にシルエットがですね、細くなっていくタイプなんです。まあ、スキニーなんですけども、言い切れなんですけどもね、裾幅も若干大きいでしょう。でもですね、タイトなね、作りのシルエットなので、本当に日本人向けの、タイトなシルエットで作られておりますので、で、ローライズでしょ？ね。ね、もうものすごくね、革もね、太くございません。ラングリッツみたいな、伴奏みたいにものすごくごつい、ショットもそうですね、ごついものがあると思うんですけども、見てください、細いでしょ、見てください、ペラペラでしょ。そう、こういった形をですね、わざとね、薄くしてですね、で中にですね、途中からキャプラが入ってます、ここら辺からキャプラ入ってます、ここら辺からキャプラ入ってますね、キャプラがね、中生地がね入ってるんですけどもね。で、まあ、実際これも試着してですね、まあ、どういう風な形を、持ちましてですね、履いていきたいと思っておりますので、ちょっとお着替えの時間をください。それでは着替えさせていただきます。ホースもいいんですけど、まあ、牛もいいんですけどね、カウハイドもね、あえてね、そこはホースで攻めていきたいと思います。いいんですよ、これ叩いてね、叩いて叩いてね、
実際履いてきました。細いでしょね、すごく細いでしょ。でエンジニアブーツもね、エンジニアブーツもあのインできますので、うん、でその代わりですね、その代わりローライズものすごい短いです。いいでしょうこの光沢感で。ここのねロアーズオリジナルさんのレザーパンツに関しては結構追求してる部分ござん、あの、あるんですよ。ロックバンドミュージシャンとかもうそうなんですけども、細いパンツでしょレザーの。うん、でああいった方々たちはですねオーダー制でですね作っておりますので、それも含めましてね、それも含めまして、そういったね作りを追求してるわけなんですよ。バイカー乗りに、バイカー乗りに関しても作っておりますし、そういったねミュージシャンが使うような細いレザーパンツのオーダー制のいうようなものも意識してですね作ってるブランドですので、本当にねね、で使っていくとだんだん伸びてきますので、その点はやっぱり革がね伸びるんですよ。絶対にね、絶対に伸びるんですよ。だからですね頑張って履いてですね、それを伸ばしていってですね、それからですね使っていった方がいいとは思っております。おそらくね財布入らないですよこれも。うん、パンパンでね、うん、ねえいいでしょう。うん、そうなんですよ。だからですね、まあ今年は今年のまあ秋冬には着ようか、着てですね楽しもうかなと思ってるんですけどもね。で今回はロアーズオリジナルのね革パンをですねご紹介いたしました。うーん、本当にいいですよ革パン。いいんですけども、まあこれにねジャケット着たらね、さすがにちょっとねね、また前々回のねかなり昔の動画あげましたが、革パンとあのねレザージャケット着ましてですね、お外に出ましたよっていうようなね動画もあげたんですけどもね、うん、ああいう風な形になっちゃうかもしれませんが、うん、そうですね、まあそこは外してね、もうレザーパンツと上はね、もうミリタリー系のジャケットで 何かしら合わせようかなと思ってますので、ちょっと季節外れですが、レザーパンツを、うん、ご紹介いたしました。で、またお時間ございましたら、またね、動画もアップしていきたいと思っておりますので、何卒応援の方と、またね、気軽に見ていただけたら幸いなのと、コメント欄もご自由に、なんとか頑張ってね、一個一個ね、変えていきますので、時間が別にもうとにかくもう目に入ったらもうコメントを変えていくように していきたいと思っておりますので、コメントの方もよろしくお願い申し上げます。それではこれで失礼いたします。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございましたね。ね、でもレザーパンツ絶対男行くでしょう。まあ レディース、女性の方もね履いてる方もおられますので、それはまあフェイクだと思う、フェイクレザーだと思うんですけどもね、うん、やっぱりレザーはねちゃんとした、フェイクはどうしても摩擦でね絶対ボロボロに破れてくるでしょ、摩擦とかで絶対にね、こことかでも本当の革を使ってるものに関してはそこはそういったことはございませんので、フェイクも好き、まあ私あんまりそこまでめちゃめちゃ好きなわけじゃないんですけどもね、うん、まあねいろいろと思っておりますと、またね紹介していきたいと思っておりますので、今日のところはこれにて失礼いたします。ありがとうございました。